中条あやみさんが8月3日、自身のインスタグラムを更新。TBS 系の日曜劇場、日曜午後9時枠で放送中の連続ドラマ、TOKYOMER、TOKYOMER、チルで走る緊急救命室で共演する七尾さん、フォンチーさんとのオフショットを公開した。写真には3人がぎゅっと密着して顔を寄せ合う姿が収められ、一日中一緒にいるので女子チームはこんな感じですとコメントが添えられた。中条さんは、スタッフさんもキャストも大変な中みんなのチームワークが良く、撮影終わるの寂しいね、なんてまだまだ終わらなさそうだけど言っていますと現場の様子を明かした。同作は、都知事の命で新設された特殊救命チーム TOKYOMER の活躍を描く本格医療ドラマ。3人はチームのメンバー役で出演し、中条さんは研修医の鶴巻ひな、七尾さんは看護師の蔵前夏梅、フォンチーさんはベトナム人看護師のホアンランミンを演じている。